え唐突ですが質問です、うん、飛鳥先生は地球人以外の人間と会ったことはありますかありますおーと、うんとんか言いましたありま,すし,ゃいましたあ、夢の中だったなええー。続けてよろしいですか夢うつつで会ったかもしれないあれは夢だったし夢に違いない夢にしようもしくは地球内部にあると言われるあるざるの方と会った もちろんでねたなかというとまたやらくなることなのであのあえて会ったことはないというふうに言います。他地球人がすでに気づいている海底都市はありますか？海底はいあ海,そ海の底の都市はありますか。都市ですか？はい沈んだ都市なんて結構ありますけね。あそうですね。うんまず、えー、地球人以外の人間と会ったことはありますか？ 鳥ですからね僕飛ぶ鳥ですからね結構飛んでますからねまあねいろいろ噂があるんですよ飛鳥堂でねいるとねなんか一人で行進してるとブツブツとシグマたちはその声を聞くわけですよ何を話してるんだろうああ日部屋でボソ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 やってるとまあそういう噂をね都市伝説ですけどありましてねあと飛鳥はは3人いるんだという。 もう都市伝説がありました同じ日の同じ時間帯に別のところにいるのを見たもうあらゆる都市伝説が飛鳥阿夫にありましてひょっとすると飛鳥秋って地球人じゃないんじゃないかっていう都市伝説ちなみに今ここにいらっしゃる飛鳥先生はブラックですあ <laughs> <laughs> レッドは別のとこに <laughs> レッドでしたすいません<れ> <laughs> 間違えてどうするんだっていルか <laughs> あるるの方と会ったことはうんまルある,るかなとか いいやいやあの今はちょっと苦しい試合だったんですけどね。<laughs> あのー、基本的に、ね、こういうことですよ、アルザールの人といっても全く日本人と同じですから、彼らと会ってっても分かりませんよ。本当に分かりません全然分かんないから。<laughs> なんかね、後ろのてつに十数するかというとね、もうみんな羊飼いのような格好してね、つえー、つってあれちょっと思ってるクリスチャン結構多いんだよ。の方が文明発達ししますし、うん ただ彼らは地球あ,の、まあ、ある任務を帯びて地上にやってきたとしてもねあの東京、福岡歩いてても全然わかりませんよ。とっち聞くと「え800歳?ってい」聞いたことはあるんですかかもしれない夢の, <laughs>、うん、夢の中で。夢の中で夢の中であったことはありますか <laughs> ってね <laughs> 苦しいな。<laughs> <laughs> ああまあまあ、いいじゃないですか。はい、まあね、そういうところからいろんな情報を得てるわけですからね。はい、まあ。